はい、ということで、えー、岸本の会でございますけれども、はい、今日はですね、うん、あのー、この企画します <laughs>。そんな多くないの企画す <laughs> えー、教えてください。えー、はい。 とというこで教えて都市伝説えね都市ボーイズが気になったことを話すというコーナーでございますけどもえあの何個かね今広報を考えてたんですけど急に面倒くさくなりましてこれにしようっていうことになりました今日はですねえグーグルマップにまつわるですねちょっとしたあの 小話を <laughs> しようかなと思ってるんですけども <laughs> こうい,いうかですね、うん、あの結構ね Google マップとかストリートビューって近年当たり前のようにみんな使ってるじゃないですか使ってますでやっぱり使ってる人がどんどん増え,た増えてるっていうのもあって、うん、Google マップとかストリートビューにまつわる事件みたいなのがちょくちょく起きてるんですよ、うんうん でちょっとそれをねあの面白いものを紹介しようかなと思っておりましていい、ね、まず最初がですね、うんえー、2018年のペルーのグ、えーグルマップのストリートビューの話なんですけれども、うん、ペルーの首都のリマっていうところがあるんですけどもここに住んでる、えーまあ、男性がいるんですよ。で、えー、まあグーグルマップでこうストリートビューを見ていたところですね 道路脇のベンチでイチャついてるカップルが目にまあたまにありますよねストリートビュー見てると、うん、あの人が映り込んじゃうっていうパターンでもモザイクかかってますよねそうそうそう、うん、でまあ,あのぼかしがかかってるのは普通なんですけども、うん、まあ見てる感じ道路脇のベンチで、えー、女性が自分の膝枕で寝ている男性の頭を撫でている瞬間が たまあまあありそうな話なんですけども、うんでまあ、もちろんさっき言ったように、えー、ぼかしはかかっているので、はい、誰だかはわからないんですけれども、うん、ちょっと男性はそれを見ていて気になることがあった、うん、何それがですね女性の服装なんですよ<お>あれこの服見たことあるなってなるんですよ。うん、でどう考えても、うん 奥さんが持ってる服とたまたまでしょでまあまあ顔が分からなくても体型は分かるじゃないですか、うん、で、まあ、そのこの体型でこの服上下着てるのなんて自分の妻以外いないんじゃないかなって思って、うん、でこれまあ場所もね自分の行くような場所近くなんで。うんはい えー、まあ、まあ、もう完全にこれはだから自分の嫁だってことを確信するんですよ。うん、でただその膝枕、うんえー、して寝ている男性っていうのは<性>明らかに自分ではないんです。<っ>というのも、まあ、そんなところに行った覚えはないというかうん、うん、そんな状況になった記憶がないと、うん、これつまり何なのかっていうと。うん 妻が他の男とラブラブをな状況をたまたまストリートビューが映してしまっているとうん、うん、でもそんなさ結構あれ大通りじゃん映してるのってうん、うん、その大通りでさ堂々と浮気してんだね、うん、そうそうそうそれがすごいわ <laughs> すごいよね<ー>でまあまあそれちょっとどんなかあじゃあ一応見る、うん、これ堂々としてるの 結構はっきり見えるじゃしかもあの写りがいいから服装もはっきり見えちゃってるんですよ。えで、えー、まあまあ結局どうしたのかっていうと、うん、男の人がですね「うんえー、妻にこれはあのお前だろ」と。うん、っていうことを詰めたところ、うんえー、妻は不倫を認めまして。 二人はグーグルストリートビューがきっかけで離婚することになったい。えー、だからあのうもうストリートビューがなければ、うん、おそらくこのね、えー、夫婦はまあ結離婚することはなかったんじゃないかなっていう、ね、えーグーグルマップがきっかけで離婚というようにも珍しいことが起こっているということなんですけど。はいはい。 これすごくないですかどんな偶然が重なってんだよっていう、うん、だってそ,そこをグーグルストリートビューで旦那が見るっていうことがもう奇跡的な状況じゃん撮られてるのもそうだし見つけるのは珍しいかもしれないけど浮気してるとこを撮られてるっていうのはなんか少なくなさそうああそうか、うん、ああそうか、ね、かってないだけで ふーっとストリートビューのカメラついてるね車数ついてますけど見たことないけど俺それはねあないんだうんあるよあるあ本当に何かその映ってんじゃんあるんだったらあそうかもねうんあるということはでもまあまあちょくちょく更新してるから古いやつが消えちゃうんだけど岡山の田舎に来た時にびっくりしてたからねあそうなんだ 変な車来たみたいな。ああ、そうそう、あれあれでもさ、これもこれもこの件に関してはそうなんだけど、勝手にあげていいんかねって思わない。ああ、まあな。俺ずっと思ってんだけどこれ、正直。実家前に。何を勝手に取ってんのって。を見たのよ、そのレビューで。そうおじいちゃんをっててさ、猫に餌あげてたわ。いやだから、いやだからよ。 そのえ宴会っていうのがあるじゃないですかちょっとね俺納得いかないところもあるんですけどもだからなんか奥さん側が「そんなもん取り上がって」っつって訴えそうなもんだけどねうんねそうそうそう「Google を訴える」ってならないのかなって思うよねうんね、うん、っていうまあまあ話まあ自分がやってた身から出たサビでもあるっていうことなんでしょうけどね、うん、じゃあですね次はちょっと あの変わった事件というかね、えー、やつなんですけども、うんえー、Google マップに交通状況を表示しててくれるる便利機能っていうのがあるんですよ要は交通量が少ない道路は緑色多、ね、い道路は赤色で表示されるとうん、うん、だから、まあえー、どのルートが混んでいるっていうのが、まあ、分かるようになってる、うん、い便利システムなんですけれども。うん これねあのただえグーグルマップに誤認をさせることを目的とした謎のハッキングみたいなことをしたやつがいまして要は少ないのに多い多いのに少ないとか、うん、そう<ー>これをねあのだから渋滞していない道を渋滞しているかのようにグーグルマップに誤認させることをやったっていう人がいましてサイモン・ ウェッカーっていう分からんけどグーグルの天才集団がね、まあ、作ったアプリをだましてるっていうことでとんでもないハッ,ハッカー、うん、ハッキングの天才かなって思うかもしれないんですけど、うん、どうやって誤認識させたのかっていう方法が面白いんですよ。これがですね99個のスマホを 一斉にマップを起動してそれらすべてを一台の台車に入れて車一台走っていない道路のど真ん中を台車を引きながらゆっくりと歩いたとこれによって Google マップは99人のユーザーが同じ道路で徐行運転をしていると判断しその道路は渋滞中であると結論付けるとこの方法を使うことによって特定の道路を意図的に渋滞させることも可能だとサイモンはえ語っていると。 グーグルの,その携帯電話っていうのの個数で調べてんだ、うん、なんかあの,のだからグーグルマップのユーザーがそれをサービスでできるってことだと思うんですけどうう、ね、で起動すると<ー>そこが 99, 99個、うん、すげえみんな徐行してこの距離で。うん あの動いてるぞってことで大渋滞だっっお金もかかってるわけじゃん99台買って契約してそ,そ,、うん、でそれでもってやったことがそれって割合合わなくないなんか、うん、<laughs> っていうか <laughs> 満足なのその人はあのなんでっていう、うん、ことよねなんなんそれ本当に <laughs> いや何 YouTuber とかなんか迷惑系の <laughs> いや迷惑系 YouTuber とかではないっぽいんですけどな、うんなのそれの。 アーティストみたいなことなのかな。えー、こんなことできますよという。うん。なんかね、ちょ<ー>ちょっと不思議なことをやってるんですよね。この人多分だから。目に見えない渋滞みたいな感じ撮ってるのかな。あ、でもあ、えっとね、写真とかを。え、じ状況というかどんな感じかっていうと、うん、まこ、あ、これなんですけど。あ、ええー、箱の中に詰めてるだけじゃん。そうな、ね、いや本当にただの、うん、なんていうの。 でこ,うこういうふうにただこれで大渋滞を起こしてるえそうなんだだから何っていういやそうっすよね <laughs> っていうことなんですけど GPS をだましてしまうっていうのがまあ面白いって思ったっ、うんうん、ていうことだもみんなながね使えなくなるからその道、うん、そうなんだよ、うん、これだから迷惑行為じゃんってなるじゃんでグーグルが訴えるかなって思ったんだけど、うんうん Google としてはユーザーが面白い方法で Google マップを使ってくれることは長い目で見ればこのアプリの向上につながる、うん、とコメントしてつなが,がんねえってこの道使いたかった人は使えなくなるんだから <laughs> っ,て<い>か <laughs> っていうかこんなことするやつほかにも出てこねえだろっていう話じゃないですかしかれよまずちゃんとなするぞそい何なのこいつらどいつもこいつもバカばっかりみたいな状況じゃない <laughs> 何だろうって相手してらんないって思ったのかなあかもしれないバカだからうんねもう不思議だけど面白い面白い,はいっていうねちょっと謎の行為をする方がいらっしゃってでねちょっと、えー、ほっこりするのもありまして、はい、2020年の1月なんですけど、うん、アメリカのノースカロライナ州 シャーロット在住の女性がですねストリートビューを使ってある農園の中を見ていた時に驚くべき発見をしましまたとでその農園っていうのは彼女の祖父が所有していたもので祖父は数年前に他界しているんですけども、うん、彼女はその祖父の最後に立ち会うことができなかったと。うん、ですがストリートビューには椅子に腰掛ける祖父の姿が映っていたと。 顔にぼかしがかかっているんですけどもその場所はもう祖父の持ち物農園なので見,見間違えるってことはないと。はいえー、っていうまあ要はこれ実は結構最近あの彼女以外にも結構多くてストリートビューでその亡くなった方と再会するっていうのがね 若干ちょっとなんかブームじゃないけど自分の飼ってたペットがあのストリートビューにいたりとかあの自分の家の近所をねそうやって見るとまあそういう亡くなった父とか母とかがえなんかバケツでこう水をぶちまけてるタイミングを取っていたりとかそういうなんか使い方で。 えー、ツイッターに上げたりとかっていうのが若干流行ってるみたいなしかも期間限定だからさ変わるじゃん<う>またね本当に本当にタイミングみたいで、うん、猫とかさそんなのそこにとどまってるわけじゃないから、うん、本当にたまたま映り込んだだけなんだけどなんかあのほっこりするっていうか、うん、あ久しぶりに見たなみたいな感じでストリートビューでの再会っていうのがちょっと流行ってるみたいです なんでもしかしたらあのねあなたの近所ちょっとストリートビューで、うん、見ていったら、えーまあ、亡くなった誰かに会えるかもしれないよっていうお話でございますじゃあ次、はい、いきます。Google Earth で失踪事件解決というのがありましてえーはいえー、まず、あ、Google Earth を使えばですね、うん 時には失踪事件も解決できてしまう,というと。すごいな。ええー、これ1997年11月なんですけども、うん、アメリカのフロリダ州で、えー、ウィリアムモルトっていう男性がナイトクラブに出かけたまま行方がわからなくなった。うん、で、それから22年が経過した2019年、うん、えー、モルト宅があったエリアをかつてその近所に住んでいた男性が Google Earth でズームインしてみると。うん 池のの中に白い物体があるのを発見とうん、うん、その物体をさらに拡大していくとそれはか車でしたと車は<の>うん池の中ね、うん、通報を受けた警察が沈んだ車を引き上げると運転席には白骨化した死体があっそれはそらく彼はナイトクラブから帰宅する途中何らかの原因で運転を誤り池に突っ込んでしまった 22年間近所の住民も誰も池に車が沈んでいることは気づかなかったんですが Google e a の画像によって池の中に沈んでいる車が見つかりそれによって失踪事件が解決したという、えー、そうなんですよ。うん、でこれ結構ねあのそういう事件というか解決してないやつとかもあるんですけど、うん、えー、なんかね 2010年に南アフリカで撮影された画像では、うん、あのオレンジ色のジャンプスーツを身につけた男が長い一本道を走っている姿があるんですよ。でよく見ていくと、うん、腕には手錠のような鎖がつながれており、うん、世界中のメンタルユーザーは騒然としたと。 たまたまストリートビューで見つけたんじゃないかっていう気づかないんかなないそのやつが360度だから目いってないところか <laughs> 目いってないっていうか普通ですよ普通に何ていうかえっホじゃんあの何だろういや普通に走ってるじゃんっ <laughs> ていうか逃げてる感じの、ねうん、脱走臭のタイミングにしか見えないじゃないですか、うん、こんな感じで普通に撮ってたりするんですよ だとね、まあ不,不可思議な状況でいうと、うん、2010年にドイツのマンハイムっていうところの家の前でストリートビューに映ってたのが、えー、なぜか1台の車のトランクの中に裸の男がいて<え> <laughs> 車の前には倒れ,倒れ込んだ犬がいると。うん、でどんなどんな状況でこんなふうになったのか不明ですが、うん、まあまあ,あのこの。 え画像はネットで大きな騒ぎとなっ,たって、うん、事件性あるじゃんそうしかしグーグルは騒動の直後に画像を削除したなんで <laughs> もこれが <laughs> 裸写っちゃってるって思ったのかないやもうこれねいや裸ももろ写ってるよでえいいのほっといてそれ何かだからその犬も生きてんだか死んでんだかも分かんないし なんかこれこういう状況なんですけどちょっと待ってよ犬死んでるじゃん <laughs> 絶対これっていうか裸でトランクに入っているっていう光景ってないじゃん、うんうん、ないよ映画の世界でしかないじゃないですかこの人も亡くなってるよ多分もう <laughs> なんでこ<れ>でこれを何も言わずになぜグーグルが削除したのかが全くわからないのが怖いって、ね、警察に渡したからじゃないの その写真を証拠としてかそうだから、ね、見られないように以前の写真を上から貼ったんじゃないああそれはあるかもな確かに、うん、でも,ものすごいあの話題になったんだけど、ね、でもそれなら言わないって思うんだけどそのグーグルが発表してもいいよね,あ,ね、うん、あの「警察事件になったため、ね、あの削除させていただきます」っていうの言えばいいのに何も言わずにいきなり削除したらこれ何かあったなって。 なじゃないライベートのこと文句言う人とか黙らせられると思うけどなそれがなんかあの解決につながりましたとかになるとねうん、うん、そう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 だよね、えー、だから不思,不思議なんですよねこれも、うん、でねあのちょっとこれ面白い話なんだけどストリートビューってまあかなりの場所行けるようになってるじゃないですかなってるんよね、えー、もうほとんどのなんかさ道だけだったじゃん昔、うん、昔はね でももなんかう気がついたら店の中入れたりとかさそそううねいろんな場所に気軽に入れちゃうみたいな感じになってるじゃないですか六本木すごい怖いからさ時々あの気になってグーグルで見るんですけどやっぱあのロアビルのとことかさ入れるもんね中うんびっくりしたわこの間中に入ってあの何ちょっと散策できるってできるできる中でねままああそう 世界中どこでも行けるるっって思って思じゃないでですか、うんうん、でもね実はねあの意外なことに、うん、ドイツではほんの一部の場所しかストリートビューを活用することができないというドイツダメなんだことになってるんですよ。でこれなんでじゃあドイツ、まあ、見れないのかっていうところなんですけど、うんね、結構意外な理由があって、うん、あの裸。うん 取られたくなだからこれがねドイツって独特な感覚を持ってて、うん、あの社交的裸体主義っていうのがあってソーシャルヌーディティっていうのがあるんですけど。<laughs> ビーチやキャンプ場などで、まあ、自然と触れ合える場所では裸になっても構わないって認識している国民が多くてそうした場所で裸になるのはむしろ市民の権利であるるとと考えていだから肉体を隠すことでプライバシーを守るんじゃなくて服を脱ぐことで裸になれる権利を守っているというふうに思っているとで裸が問題なく認められてはいるんだけど、うん、撮影はもちろん禁止なんですそれはそうよ つまりグーグルのその撮影車両が近づくってことはあってはならないということによってそのドイツ人の人たちは拒否してるというかそれによって全然だからストリートビューがこうあの広がっていかないようになってそうなんです。 <へ> <laughs> だから面白い意外でしょ、うん、そんな理由なんだと思ってドイツなんてたくさん面白いものあるのにねそうだから意外とねその一部の地域が、ね、だだ見,見れないっていうなぜかその裸になる権利を守りたがってるドイツっていう謎のね不思議だったんですよその何、うん、でストリートビューがあの中国とかは分かるじゃ、うん。あの あまあ、ね,ねはい,、はい、いろいろ禁止してるし、ね、あのアメリカのものを嫌うところがあるからさ、うんそ,ね、そもそも、うん、でそ,そういうところとは違うじゃないですかやっぱドイツって、うん、でそこはねあのこんなドイツ人の独特な感覚が理由だったという<ー>えお話でございますんで、まあ、ぜひちょっとストリートビューねドイツ、まあ、一部は見れるんですけど、うん、もしかしたらだから見れるところも 裸にいる人が<ー>いるかもしれない、うんまあ、実際あのトランクの中の裸の親父も取られてるわけですから、ねうん、全然あり得る話なんでね,ねえということでまあストリートビューとかグーグルマップ今後もどんどんまあ発展していくと思いますけどあの今あれ流行ってるの知ってますか Google、うん、ググアースストリートビューで心霊スポット行きましょうっていうのんそれはない企画で 企画で,ですね、企画でもだし、うん、心霊スポットファンとかが今行けなくなっちゃってるから、うん、ソリッドビューでじゃあ行って楽しみましょうみたいなことやってるんですってでそれ今流行ってるんですよイベントとかそういうものでそれ個人でやるってこと個人もだしイベントもやってますね メ、えー、出し物としてやったりしてるんですって今それ聞いた時に思ったんですよ、うんうん、俺らむちゃくちゃ早かったなって <laughs> 僕ら2015年くらいやってるんですよ<ー>実はねあの時ってまだ心霊じゃなかったけどね多分僕ら心霊ですよあれ心霊だったっけ心霊ですよあ全然打てねえわ俺 Google Earth で心霊とあとアワースポット行ったんですよ パワースポットだよねも行きまして新年もきまし橋行ったりとかあやったわあの時はトンネルまで入れなかったんですよ2015年はだからトンネル前まで一緒に行ったりとかうんうんえそれをお客さんが見てるってイベントがあるってことねそう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 行ってなそのようそうそうそのそう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 そ 俺らでもその時はギャグとしてやったのにちょっとしたいけないんでみたいな何だっそんな感じでやってみんなでツアーで行きましょうみんなあとネットツアーみたいな感じで心霊スポットネットツアーみたいなやったんですよ実際ツアーやった後に行ったんだもんね確かそうだそうだ思い出したわかな早いっていうか早すぎて誰もついてこれなかったけどねまあまあね先駆者いそないに盛り上がらなかったっていうか盛り上がらなかった 面白かったのが、あの沖縄のさ。あ、大石なんとか輪山、な、なしだっけ。大石林山だ。大石輪山。そうそう。沖縄のパワースポットですよ。あのガジュマルの日がたくさんあるところ。で、木本さんが出そこを。あの、おすすめしてたんですよね。なんかユーミンが大好きでとか。なんか、わあと言ってる何回もみたいな話をしてて、その時に。なんか、ふっとなんか道中に真っ黒いものが宙に置いてて。それが、キジムナあじゃないかみたいなね、話あって。 マジで、うん、あのなんていうのやらせなしで<う>本気でただ散策してたら見つけたんだよね木地とか鳥とかが飛んでるような場所はないし鳥でもないし全然、ね、<う>絶対変なんですよね黒い,黒い影がね妖精っぽいようなう宙に浮いてるっていうそうあれはいまだに覚えてるわ、はいね、すげえ衝撃的だったよ で僕あれこうやって見つけるんだって思ったの探したのよあの後、うん、なかったからもう更新されてんのよねああだろうねうんもう、まあ、あれから撮の瞬間しかもう,そう撮れなかったんだろって,てよかったなと思って写真、ね、そう思った思ったうんだから今流行ってるんですって心霊スポットみで行きましょうみたいなのがだからあのストリートビューで心霊とかが映っちゃったっていうのも結構あるからね、うん、あそうなんだうんあ幽霊が映ってるとかええ面白い あのね、外海外のホーンテッドマンションの、うん、中でストリートビューみたいなのに、うん、あのおばあさんの霊が映ってるみたいなのがあったりしたからすげえだから映んすよストリートビュー面白いですね、うん、芸能人ロケも映ってますよねおりさんとかねへえ<ー>千鳥さんがあのよくさ場所移動するときにさ、うん、なんか「てん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 」みたいになるじゃん、うん やるやる片足立って歌そうそうそうあれが映ってましたよへえそうなんだロケとかも映ったりするから面白いなと思ってでももう今後もっと使っていくだろうねいろんな人たちがこうストリートビとかは進むのにさスムーズじゃないじゃんあれってもっとスムーズになってくれたら僕は嬉しいけどね もうあれだよね多分コントローラーみたいなので歩いてゲーム的に歩いていくみたいなのできると思う<ー>そのうちそれいいっすねうん、うん、そういうのがいいわ <laughs> まあもうグーグルさんはやりますよそういうかそういうのがいいでそこでご飯食べたりとかしたいわ <laughs> そうだね <laughs> もうそうなるとばあちゃんもう繋がっててメニュー見るとかにしてほしいのよ、うん、はいはいはい飲食店あったらうまそうやなここと思って丸ボタンじゃないそれもう龍がごとくじゃん <laughs> もう別に普通に龍がごとくやってる感じ普通にメニューを見たいじゃん、うん、そのどグーグルをあスて旅行してるときに、うん、エア旅行みたいなのしてるときに、うん、こ,この飯うまそうやなと思ってエンターキー押したら見るみたいなもうそれ変えちゃったらいいじゃん、うん 何がそこでボタンを押したらウーバーイーツ運んでくるみたいな、ね、それにすりゃいい、ね、むちゃくちゃいいじゃんでもむかつくやついたら四角をしたらパンチできるみたいな <laughs> でそ,そうそう、うん、でももうそういう世界になる絶対すぐカラーコン持ち上げたりとか、うん、そんなんしたいっすよね <laughs> や,やるやるいうね、うん、なんでまああのまあ単純にストリートビューあんまり使わない方とかやってみたら面白いんだよね,、うん、ねあのぜひちょっとやってみてくださ、はいいろんなもんで あのそうこれ言おうと思ってたの,、うん、あのもしすごいの見つけたっていうのがあったら、うん、ぜひ一歩くれないかなとああ結構ね異世界に行ったとか話とかさなんだっけな次元が違うなんか異世界のホールみたいなのが。うん 大阪のある一部が真っ暗になってるみたいなねう、うん、なんかそういうのあったら、うん、ぜひちょっと送って頂ければいいですねこっちとしても面白いんだよと思っていい、ね、じゃあ皆さんに一個探してほしいものがあるんですけどこれ聞き終わった後に、はい、Google Earth で沖縄のある航空写真見てください、うん、そしたらバットマンが来てる 可能性があるという写真があるので。<laughs> ぜひ見てみてください。<えー S 1> ちょっとすごいん、ね、で、どういう意味か、見たら一瞬でわかります。これバットマン着るかもな。航空写真。はい。はい。ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。